おめでとうございます。おめでとうございます、はい、ということで、はい、ね、日本時間8時半過ぎかな、朝の、はい、ね、速報で、速報で、はい、入ってきました、大谷翔平選手 MVP ということで、はい、ね、これは日本人2人目ですね。2001年にイチロー選手が取って以来の快挙ということ、はい、うん、その快挙の中でも快挙満票で受賞ということなんで、はい、文句なしですね。あ、これはなんかね、満場一致っていうことはこれはもう揺るがないというか、揺るぎがないというか、ね、もう誰もが認める MVP ということで、ね、はいはい、このタオルも価値が出たんじゃないでしょうか本当ですね、これは私のお供で、お供ですね、あの歩く時のお供なんですけども、ね、汗拭き用のウォーキングなんか、これ汗拭けなくなったね、なんかね、もう額に入れて飾っときますか本当だよねで、成績をちょっと見ていきたいんだけども、はい、打者として、はい、二刀流ですので、155試合に出場、打率が2割5分7厘、はい、ね、ホームランが46本、はい、これはリーグ3位の成績、はい、もう、うん、まあ、最後までね、争ってたけどもね、はい、まあまあ、このあれだけ警戒されてさ、申告敬遠だの、まあ、フォアボールなの、うん、まあ、勝負を避けられた感があったよね、はい、まあ、で打点が100で得点が103、これまあ上位を打ってたからさ、この数字っていうのはすごいと思うんだけども、うん、まあ、自分で帰ってきたのもあるよね、はい、で盗塁が26で OPS が965、はい、この数字も高いんだけども、あの向こうでなんていうの、並び称されるというか、うん、誰を引き合いに出されてるかというと、はい、史上最強外野手のウィリー・メイズっていう選手が、うん、元ジャイアンツの選手なんだけどね、はいはい、これはもう史上最強の、あの外野手と言われてる、はい、その人にもう並んだというか、それはホームラン数であって、ホームランとあの盗塁ね、なるほど、こういうコラボができる選手っていうのは、そうはなかなかいない。確かに、ね、まあ、日本でもじゃあさ、大谷、あ、岡本が、ね、はい、走るかという、走るかというと走れないし、はい、ね、パ・リーグの杉本が走れるかっていうと、でも46本打ちながら26盗塁、まあ8・3塁打も打ってるんだよね。うん、で、まあ、こういう選手ともう比べられるというもう選手になっちゃったんだよね。そうですね、すごいよね。しかも二刀流というところがまた、そうそう、で投手で言えば、はい、23試合に登板し、はい、まあ、10勝惜しかったんだよね。惜しかったですね。もうちょっと援護点があればさ、10勝できたんだけども、9勝2敗で 勝率が818、8割1分8厘ね、これはリーグトップの成績、素晴らしいですね。ね、で防御率が 3.18、うん、この数字をメジャーで上げれるというのがやっぱすごいよね、はい、もうそれぞれ打者の成績、投手の成績を見ただけでも素晴らしい成績だと思うんですけれども、うん、 ね、それを一つのシーズンで両方達成しているというのは、そうだね、もう二度と見られない数字かもわからないけども、うん、でも大谷がメジャーに存在する以上、この数字を超えていく可能性が彼にはある。そうですよ ね、だから彼がいる限り、この成績がこれからの基本的な数字になってくるんじゃないかなってい う、はい、ね、だから大谷も大変だと思うんだけどさ、まあ、まあでもなんていうのかな、大谷も会見で言ってたけど、はい、取れればいいなっていうふうに思ってたと、うん、いうことはやっぱ欲あるんだね、大谷にもこういう欲が、やっぱり欲っていうか、もうそれは当然のような気持ちなんでしょうか、まあまあ、あの当然というよりもそこの先にはこういうことがあるみたいな、やっぱりやったからには、うん、やっぱこうそれをどういうふうに評してくれるんだというような結果としてね、はい、まあ、そういう欲は、まあ、あるということは、まあ、人間らしいなっていうのが感じるよね、はい、まあ、それと俺はなんていうの、大谷を見ていて、はい、野球の楽しさをやっぱり一番伝えられる選手だなっていう、うん、大谷を見ていて少年少女が、あ、野球やってみようと思うよね、なんか野球をやっている人はもちろんなんですけど、そうじゃない人にも野球を楽しむ、うん、楽しみ方というか、うん、それをなんか見せてくれるというか、まあそうだよね、はい、だからなんか大谷を見てるとこう清々しいしさ、うん、なんかこうスポーツマンらしく正々堂々と
してるし、はい、うん、だけど盗塁とかして盗んじゃってるんだよね。うん、だからまあそこら辺のギャップとか、はい、あとはなんか大谷のいいところって神秘に包まれてる。なんかこうあまり無駄に出ないで無駄に発信しない、はい、そういうところが大谷の魅力をなんか倍増してるような。いやそうですね。だからみんなさ、うん、何でもかんでもこう、あのこう話しちゃうというか、はい、まあ、露出しちゃうというかね、うん、そういうところはあるんだけど、大谷はなんか神秘に包まれてて、大谷って本当に何を食べて一日どんな生活を過ごしてんだろうっていう、うん、なんか神秘見えたものがすごく大谷のまた魅力を、うん、倍増してるというようなね、はい、なんかそんな感じがするよね、はい、うん、やっぱりなんかこうね、分からないものがあるといろいろ知りたくなるというような心理もあるし、まあ、まあそうだね、はい、もう単純に大谷選手はもう今最注目の人と言ってもいいぐらいですよね。まあそう、もちろんもちろん。で、日本でなんかこうやっぱり二刀流をやってる時に受け入れてもらえないような、うん、そういうなんか空気感を感じたけども、アメリカでは逆に背中を押してくれたっていうような、はい、そういう空気感の中でやりやすかったっていう話もしてるよね。そうですね。本人のコメントにもね、うん、そこは感謝しているということで。そうだね。はい、だからまあメジャーにわたっても大正解だし、うん、まあ例えばその大谷を目指すこれから野球をやる子たちでね、はい、これはやっぱり二刀流が基本になってくる可能性もあるし、うん、二刀流でダメだったらどっちかに行くとか、まずは二刀流を目指す、うん、なんか日本の野球を見てると我々の時代っていうのはピッチャーなのか野手なのかで、ピッチャーはやってるけど、まあ、将来的にはもう大学行く時にはもう野手で行けとか、うん、ピッチャーで行けとか、はい、そういうことを決められるわけだけども、はい、もうプロ入ったらもう当然どっちかっていうのは決められるけどね。そうですよね。だけど両方の才能をこれからはやっぱこう社会として伸ばしていく、そういうこう動きになってくるだろうね。はい、ね、いつの時も両方いけるんじゃないかって言われてプロに入った選手って多分たくさんいたと思うんですけど、いやたくさんいたとよね。それを選択しなきゃいけない、それが正しかったのかそうじゃなかったのかとかっていうことにもなってくるので、うん、そうなってくるとまた二刀流っていうのは新しい道というか、まあ道だけどさ、うん、大谷は特別だからね、うん、メジャー行ってこの成績を残せるのって二刀流ですごいですね。で160キロ投げるし、ね、46本ホームラン打つし、そうはいえなかなかいないよね。あの大谷選手の何が一番違うところでしょうか。やっぱりさ、一番違うのは自分が不可能だというふうには思わなかったことだよね。うん、自分は二刀流で行くという強い信念と、やっぱそれに向けてのやっぱこう準備、鍛え方、そういうものがやっぱ大谷をここまでしたと思うんだよ。やっぱ思い込まないと、はい、だから日本って固定観念があって、やっぱどっちかに しなきゃいけないという固定観念があって、うん、それを最初に大谷が持っていればこういう選手にはなってないよね。うん、でもそれはなんで2つやっちゃいけないのっていう、すごく疑問の中でやってたと思うんだよ、野球を。純粋な気持ちで、うん、なんでいけないのっていうところが始まり。そう、プロに入る時にやっぱり日本ハム入ったのは、やっぱ栗山監督がそういうこう固定観念とか、うん、そういうものを取っ払って大谷やってみろと、はい、二刀流やってみろというふうに、うん、同じ考えで監督がいてくれたということがやっぱ心の支えだったんだと思うよ。そうですよね。うん、だから大谷がね、栗山監督が辞めるときに、はい、いやこれ以上話したら栗山監督泣いちゃうんで、もうこのぐらいで辞めますけどっていうのはやっぱ心が通じてるよね、はい、と思った俺は、うんうん、だからいい指導者にも巡り合えたと思うんだよね。そうですね、うん、それとエンジェルスもの監督も大谷の体を考えてどうするんだと、うん、いや登板の次の日も野球に出ますと。そうですね、まあ、はい、出ないことが彼にとってストレスだし、うんうん、だからそういうことを容認してくれたということがやっぱりこう MVP につながってる。だから大谷の会見で印象に残ったのは、うん、みんなに感謝の意を述べた、うん、それも昔からの過去をもう振り返ってね、うん、だからやっぱ素晴らしい会見もするし、やっぱ素晴らしい、成績を残せる人間というのは人間的にも、うん、まあ、素晴らしいのではないかなっていうのは感じさせてくれる選手だよね、大谷っていうのはね。本当にそうですよね。もう映像が出てても、うん、ただ見てるだけでいいみたいなコメントがたくさん出るぐらい、まあ、そうだね、大谷選手の人気っていうのは素晴らしいものになっています、うん、そうだね、はい、で無駄になんかこうヘラヘラしたり
うん、笑いを取りに行ったりとかしないしね。その割にはこう愛嬌のあるスマイルで、まあ持って生まれたもんってでかいな。う、ね、うん、もうにじみ出るものでみんなを引きつけてます。そうだね、はい、だけどまあ大谷選手次は、うん、何かのコメントで、うん、ホームラン王は取りたかったですっていうコメントが残っているので、あ、まあそうだろうね、そうでしょうかね、うん、やっぱりね、うん、欲がないとやっぱできないんだよ、はい、うん、でも欲を持ちすぎるとまたできないし、そこら辺がやっぱ頃合いっていうのが難しいけどもね、はい、まあ、大谷を見てると本当に野球の素晴らしさとか野球に引き込まれる、うん、そういった選手の一人だね、はい、まあ、どの世界でもね、はい、あのみんな頑張ろうっていうふうに勇気をもらえるような人ですよ ね、まあ、そうだね、はい、はい、まあ、本当におめでとうございました。ゆっくり体休めて、はい、また来年これこの成績以上の成績を期待してます。はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。